オープン。ネスレのペッパーです。よろしくお願いします。お願いします。僕はバリスタの衣装です。ねえ、とってもよくお似合いですよ。ねえ、でもペッパー、やったありがとうございます。いや、してるってとっても未来っぽくてかっこいいと思いませんか？確かに未来が僕と同じ最先端のマシンだからです。コラボレーションの責任者であるネスレ日本株式会社コーヒーシステム、今回のこのプロジェクトの責任者であります大谷部長吉田様からお話をお伺いいたしました。あくまでペッパーはその家事をするロボットですとか便利なロボットということではなくて、家族になるロボットということで来年2月に発表したいというふうに思っていますので、ご期待いただければと思います。面白く説明してくれるのもなんかユーモアがあってすごいいいなって思いました。レギュラードリュブルコーヒーレスカフェドルチェグストいかがですか？このマシンに